三浜町及び南千田町の町域。飛行機のマークは中部国際空港の位置を示す。南セントレア市は愛知県北郡三浜町と南千田町の合併によって誕生する計画があった新しい市の名称である。中部国際空港2004年12月1日から12月20日の期間、三浜町、南千田町二2合併協議会が 全国の小学生以上を対象に新指名を一般公募した。公募結果上位は以下の通り。2005年1月、美浜町南千田町合併協議会が公募の名称候補になかった南セントレア市を新指名候補として発表した。地域の歴史とは無関係の耳慣れないカタカナ語や公募を完全に無視した先行経緯の不透明さから住民だけでなく、 全国からも抗議が殺到した。セントレアとは2005年2月17日に開港予定だった中部国際空港の愛称で英語のセントラルとエアから作った造語である。合併協議会会長の斎藤浩一美浜町長の地元である美浜町西部が同空港の所在地、常滑市の南隣に位置するため町おこしとして空港のベッドタウンとしての発展を願った意図がある。 ものと考えられる。同じく公募結果にはない意案としては、セントレア氏、セント、霊空氏も挙げられた。しかし自治体区域内とは直接関係ない施設の名称を借りることも批判の嵐を招いた。当時の中日新聞には、住民が批判の声を寄せているとの記事が多数、掲載された。合併協議会は1月27日に、南セントレア氏を新氏名に決定したが、 批判を受けて2月9日に撤回。2月27日に合併の賛否を問う住民投票で新氏名についてのアンケートも同時に行われた。騒動によるマイナスイメージのためか合併反対票が多数を占め合併計画自体が不成立となった。新氏名アンケートでは1位の南地田市2位の三浜市に次いで南セントレア市は3位だった。なお、 結果報道の後、住民からは変な名前になるくらいなら合併しない方が良いという声が中日新聞に掲載された。騒動の最中、南セントレア推進派の斉藤光一美浜町長がテレビ取材に応じて、毛筆で南セントレアと書いてみせ、いい名前だと思うとアピールしたところ、取材記者に字の間違いを指摘される様子が全国に放映された。結局、 両町の合併は頓挫し、3月31日に合併協議会は解散となった。AB、セントレア見直しへ新指名に抗議殺到で、共同通信社。 47news,http://www.47news.jp/.cn/.200502/.cn2005020901000960.html2015 年2月10日閲覧。合併新紙名は、南セントレア1、三浜町と南千田町。中日新聞。セントレアは、 ab 南セントレア市不成立住民投票で合併反対。共同通信社47。47news http://www.47news.jp/.cn/.200502/.cn2005022701003163.html2015 年2月20日閲覧。 竹内正宏、日本の陳ち名 ISBN978 から4から16から66万697から9、斎藤孝一、三浜町長五六から3、3、2005、合併にの南セントレア市も完全撤回、新しいまちづくりへ、ありがとうございます。